いつもの配信動画をご視聴いただきありがとうございます。本日はね、アマツマガチ100本勝負86本目を行ってまいります。ぜひよろしくお願いします。とりあえずね、一人は仲間を集めたいです。よし来たね。これはレイク、はい、ナイス。ミランダさんよろしくね。おっと、まさかの、生配信ではありませんが、目覚めのショー、流れましたね。アマツマガツシ、目覚めのショーバージョンってことで、これまた新鮮ですよ。目覚めのショーでアマツを討伐できるという、これも神回確定です。実はですね、さっき、撮影したんですよ。86本目。ですが、録画を見返したときに、エコーになってたんですよ、また声が。あれみたいな。またエコーになっとるぞと思って、今、撮り直してるところなんですよね、これ。86本目。目覚めのショーが聞けたので、これもう、撮り直してよかったです。これは神のお告げか？いや、霊のお告げか、これは。なかなかないですよ、こんな目覚めのショーで、目覚めのショーを聞きながらアマツマガッチを討伐できるというね。あれ、いつもの、てんてーん、てるてん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 じゃないやんと思って。ナイス！サメさんいいね。そらみんないつもとちょっと環境が違うから、多分あ、ちょっと今日やりやすいなみたいな。いつもよりちょっと和やかで、なんか落ち着く音楽だな、みたいな。ということで、しっかり借りましょう、今日も。メルちゃんいいね。ミドルと。ちょっと良くないな。ちょっと良くないぞ。もうちょっと皆さん頑張っていただいてもいいですか。これね、良くないです。まあ、逆転はね、できるんですが、モンスターハンター月下雷鳴。86本目にしてね、まさかこんなことが起きるとは思わなかったです。まあ、この100本勝負中にやりたかったのはアマツインアマズなんですよね。まあ、まだ100本勝負終わってないんですが、最後の最後までね、諦めずその夢を叶えたいと思います。あとはまあ、もう一度アマツ温泉に入る。あららら。そしてまあ、剥ぎ取りチャンス G を20個取るっていうね、野望がございますが、ああ、いいね。いいけど、ちょっとね、ちょっとやばいんよ、これ多分。多分じゃない。結構やばい。まず、咲夜さんがしっかり、葬儀復活していただいて、ミランダさん、まず一発目の毒。で、メルちゃん、一発目の睡眠。各、状態以上、2回お願いいたします。強欲。咲夜さん、めっちゃ狙われるやん、これなんで？ちょっと、おかしくない？昨夜さんばっか狙われてるよ、これ。さっきから。狙われてますよ、昨夜さん。
ここ先行玉欲しいな、先行玉。ナイスナイス、ここバリスタ。一番寒いのが、メルちゃんの睡眠かな。メル、ミランダさんの毒。睡眠蓄積して、バリスタでよろしくお願いします。いいね。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よしよしよし、連携ね。メルちゃんも入れたって。いいね。しっかり蓄積できてるよ。いいぞ、いいぞ。で、ここで、カットインユウくんの、見てな。こいつはどうだ?ってやってほしかった。太刀をね、振り回さず、アイテムに頼ってください、ユウくん。よし。これ、ユウくんの最強攻撃、もしくは、昨夜タメさんが希望です。タメさんかな、これ。タメ2。まあ、でも、毒になるならね、もう、感謝です、感謝です、本当に。ナイス!あとは、リバ。教室のリバ取って、バリスタ。いいね、4人攻撃。お、乗ってきたか?はい、リバ取ったね。はい、有能すぎた。もうね、計画通りですよ、これ。はい、もうこれも計画の一部です。さっきあんだけ狙われてたからね、もうすごい、もう、憎しみこもってたわ。温泉行けるぞ。で、あとはメルちゃんが水爆でボガンと体力を削っていただいて、ああ、それの必要もないかもしれません。もしかするとここでユウくんバリスタ置いてとか。うわ、ギリ足りんな、これ多分温泉。いや、ワンチャン足りるぞ。ワンチャンある。ワンチャンあるぞ。よし、いけるね。いけるいける。良き討伐でした、今日は。すごいね、心が和やかになった討伐です。でもそう考えたらね、次回天国濃厚で今から剥ぎ取りチャンス G3 つできるって考えたらもう希望でしかない。しかもこれマジ朝一とかやったらもう脳汁が止まらん回転してね、ほんとすぐ2ゲームでね、これやったらもう本当に一生月下打っちゃうわ。温泉はなかったです、すいません。ということで気持ちがいい剥ぎ取りチャンス G お見せしたいと思います。僕は今、月下初打ちです。そして朝、10時15分にアマツを引いて天国濃厚、そして初めての剥ぎ取りチャンス G をやるというこの気持ちで今日はやらせていただきたいと思います。気持ちをね、初打ちビギナーズラックの時を思い出して爆発させたいと思います。なんだ、ハギ取りチャンス G って一体。あのね、引き弱な人間は、初打ちでも、こうなんですよ。いい思いができません。よし、よし、よし。よし、よし、よし、よし。今日は僕、初打ちなんで、それは伸びてもらわんと困ります。
あーいいね、この気持ちいいね。なんだこれは、ハギ取りチャンス G というのは一体みたいな。これで伸ばそう。気持ちの問題よ。ほら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 、そうなんや、やっぱ結局は気持ちなんです、こういうのは。ちょっと今まではハギ取りチャンス G に慣れすぎた。一回気持ちをリセットして、こういう形でやれば伸びるかもしれん、本当に。うん、6個まだもう1個あるから。はい、まあ7個でした。まあでもね、初打ちにしてはいいんじゃないですか、7個ということでね、討伐できてよかったです、とりあえずね。ということで、この動画よろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。明日もね、動画投稿いたしますので、ぜひご視聴していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。